動画をご覧の皆様、池田エライザです。今回私が総監督を務めさせていただいた CM が公開されました。その裏側を紹介します。ぜひご覧ください。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。前回演出の打ち合わせをさせていただきまして、はい、それをもとにですね、コンテを、書き起こしていただいたので、うん、コーヒー編は大丈夫です、うん、あ、本当ですか。こんな感じで大丈夫ですか、はい、結構だからシネスクワドンって回転したらとかって言ってこのアメリカクワドンすごい残してますね。でもねチク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 はスピーディーな支度の時の最後の香るところとか、こういうちょっと考えましょうか。なんか直感的なコピーみたいな。コーヒーはせかすな。なんかこの漫画のフォントが全体的に入るとこいいかも。ここにもさささあね、効果音みたいなね。じゃあまず男性編から。エライザが選ぶカオルドボリュームオーディション、アクション。どっちなんで。メモするか。お疲れ様。
はい、香りを感じて。この2人だったらもうちょっと出数を増やしてもいいかもしれない。どうもありがとうございます。大感謝でございます。いやどうですか、いろいろまとまってきましたけど。完璧です。完璧です。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どっちも緑の方向に。またよーだ。すごいかわいい、すごいかわいい。お家も、ここまではないけど、でもこういう感じに近くはなってきてます。なんかモンステラがどんどん太陽に向かって生えていくから、すごいいつもこう太陽の方に行っちゃわないようにくるくる回転させて、なんか葉っぱのほこりとか払ってあげるのとかやってると、ちょっとなんかペットみたいな家族みたいな感覚になってくるから見渡す頃に動き出し、あ、見渡す頃にする。回りました。いきます、はい、よーい、カッ。あ、かしこまりました。監督が出演のブロックは以上になります。ね、一応ね、パジャマ持ってたやつと、はい、髪型が同じの方が姉妹感はある。すごく短い CM なので。デカフェっていうのはあのカフェインが入ってないっていう状態のコーヒーのことで、パッと目を引くような表情を決めてみたりとか、コミカルな感じの CM を描けたらいいなと思います。引いた後にこっちでこう取ってグビッといくっていう、それはもうそっちでやってます。すごい優しくアドバイスしてくださるのでリラックスしてできてます。見た不思議に思うところとか、なんか飲むシーンとかも難しくて。かわいい、オッケーです。スタート。はい、飲み始めて、ごくごくごくで、ちょっとお互いの方チャーっとチャーっと。朝の支度はすごく急ぐんだけど、コーヒーぐらいはゆっくり飲もうよっていうようなことで、焦ってるけど楽しそうな感じとか、うん、最初は詐欺かと思って疑いました。全然実感がなくてふわふわしてる気分でした。よーい、スタート。一回モニターで見てもらって、足が入ってきて、スイスイっていう感じ。本当にドキドキし、まあ、ファンとしてドキドキしていたのもありましたし、もう指導が的確で、まあ、緊張してたんですけど、まあ、緊張したらダメだと思って、自分じゃないと思って頑張りました。ずっと鳥肌が立ってました。ありがとうございました。あ、まだ今佐藤さんになります。よろしくお願いします。お願いします。改めて監督の池田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もう光栄です本当に。あのちょっとリズム取って歩くとことか、口笛吹きながら歩くところとか、歩く演技が僕ができなさすぎて申し訳なかったんですけど、あの歩くってこんなにいろいろなんか伝えなきゃいけないものというか、まあ、こんなに奥が深いんだなっていうふうには思いましたね。ただ歩くだけでも、まあ、ここまでやっぱこだわりっていうのが必要なんだなっていうのは感じました。行っていきたいので、ちょっとレール通ります。6と10、ちょっとそこにレールを置いてください。はい、よい、スタート。早く。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。最近は特に暑いので、現場でワンシーンが終わった一区切りとか、自分の中で「あ、一段落したな、頑張ったな」っていう時にこうゴクゴクっと飲むことが多いですね。伝えたい魅力がいくつもあって、その中の一つとして香りっていうものが私は普段から飲んでいて、すごくあの素敵だなっていう感じる部分だったので、その香り高さを映像でどうやって伝えようかなとか、飲んでリラックスしてるのか、こう自分にまた気合を入れるために飲んでるのか、なんかいろんなシチュエーションで見せてみたいなと思ったので、
いろんなコンテを起こしてみたりとか、いろんなアイデアを出してみたりとか、すごく難しい作業ではありましたが、すごく楽しい作業でもありました。そんなにこう深く考え込みすぎずに、まずはこう参加してくれる子たちが楽しかったなって思える現場にしたいなとか、この CM を見てくださった方がなんだ面白いな、なんだろうこの CM って、こうちょっと興味を持ってくれるような仕掛けを作ってみたりとか、こういう綺麗な CM を作ろうっていうようなことを考えすぎずに、とにかく面白いと思ったアイディアをまず書き起こしてみたりとか、そういうことに力を使うようにしました。とはいえとても短い映像になるので、その短い時間の中で見てる方にこう印象に残るようなカットを作っていきたいなと思ったんですけど、今回出てくださっている方々を TikTok でこう発掘するというか、そういう企画からだったので、普段からこう自分でカメラに向かって何かを作るっていうことに長けてる方々だったので、すごく撮影はスムーズで、皆さんも楽しんでやってくれてる感じがあってありました。はい、CM でコンテをいただいて現場に行ってこうお芝居をしたりするんですけど、そのコンテの段階に、その企画を作る段階に関わることができることっていうのがなかなか今までなかったので、すごく貴重な体験だなと思って、これはぜひ普段自分が最近ハマっていることであったりっていうようなこと、自分の日常のあるあるみたいなことを組み込んでみたら親近感であったりとか共感してもらえるのかなと思って、最近自分は観葉植物をすごく買いだめてしまうところがあるので、それをもういっそ CM にしちゃおうっていうので、そういうようなことをやってみたので、すごく伸び伸びと普段らしいというか、なんかこういうところではこうかしこまっちゃってできないような、ちょっと子供っぽい表情とかが出ちゃったのかなっていう感じがしてます。やっぱり初めて現場に行くと本当にいろいろな役目を持ってらっしゃる方々がいて、すごく目まぐるしいので、それにこう緊張せずに、その方々が持ってらっしゃる魅力とか、その動画の中で発見できたその魅力を CM でもやってもらいたいなっていう気持ちがあったので、いろんな会話をして、その中からどんどんリラックスしてもらって撮影をするっていうようなことは心をかけていました。でも本当に困らなかったです。すごくみんな魅力的で、笑顔もキラキラしていたりとか、なんか現場を楽しんでくださってるその空気感が映ってたりとか、すごく皆さんに救われたなっていう印象があります。うん、もうこれ以上増やしたもなと思うんですけれどもね、今させていただいてることを一個一個丁寧にやりたいなっていうのが今の目標としてまずあって、その中でこうまた出会った方々とのご縁であったりとかっていうので広げていけたら面白いなと思いますけど、ちょっともうあまりに何でも屋さんみたいになってきてるので、自分ではなかなか思いつかないですね。今回はすごく魅力的な方々と新しい試みで CM を作ることができましたので、皆さんもきっと楽しんで見ていただけるんじゃないかなっていうふうに思っています。ぜひご覧ください。